ラーメンでメンバーと食べに行きました。文化放送メンバー、こんばんは。そう、今日のお洋服はすごい夏っぽくてかわちいんです。ラジオ収録楽しかった。緊張したんですけど、あれメール届きましたか、もしかして。ちょっと緊張しちゃいましたけど、でも、ま、私らしくはできたかなーって。暑いね。服着てるよ、ほら。着てますわよ。ね、私が着ないで配信すると、なんかでもちょっと怪しいかな。どうしたらいいの？服は着てます。あ、正座しよっかな。これで大丈夫かな。安心してください。そうですよ。暑いね。冷房つけてないんだ。こんな格好して冷房つけてないの。明日はティフだね。ねえ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 。頑張ります。ティフ行く。ああ、ありがとう。頑張ります、楽しみます。そうですね、なんか東京はうん暑いですね。空気が暑い。そうなんです。あ、お台場なんだ。どういうこと？楽しみにしてます。そうだよね、日焼け対策もしっかりします。あ、なんかお誕生日仕様になってる。え、5年ぶりに、ありがとう。後輩ちゃんと牛タン誰と食べてきたの？スイスイです。ねえ、なんか、え、もうお誕生日なの？待って、準備してない、何にも。準備してないです。どうしよう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 。誕生日、お誕生日ツイート用の画像がない。やばーい。あー、まあ、ギフトありがとうございます。あと、なんかお誕生日迎えたら抱負とか目標とか振り返りとかあるじゃないですか。それで、ね、迷ってますね、どんなことをお話ししようか。もし生誕祭が近々あるとしたら、前回が3月だったから、
うん、5ヶ月ぐらい、もう半年ないぐらいなので、え、本当に何を話ししようみたいな。そう、抱負かとか、うーん、何だと思いますか。で、ヨーグルト食べる、よいしょ、いただきます。なんだろう、抱負、抱負、うん、あ、お誕生日配信させていただきます。お誕生日の瞬間はショールームで迎えさせてください。あ、具体的な目標、あ、そうなの、なんかもう相談ですよね、難しいよな。あの、本音と建前ってあるじゃないですか難しいですね。なんだろうな、建前っぽい、本音っぽい、両方っぽい、いただきます。なんかだからなんか私が目標としてることとか言いたいことがちょっとみんなの期待とずれてしまってることもあるかなみたいなうーん、そうです。なんか酸っぱい、うーん、なんだろうな、なんですかね、いろんな気持ちがありますからね、あの皆さんが本当に、あの皆さんにとって、なんて言うんですかね、必要な存在になりたいというか、なんかみんなが楽しんでもらえる一つの佐藤かえりっていうコンテンツになりたいとかみたいな。でも、うん、でも本当それが一番私の本音に近い、みんなに楽しんでほしい、応援してくださることとか、私とお話ししたり、なんか公演を見たりっていうことで、私というか、まあ皆様の人生が彩り豊か、浴衣だって彩り豊かなものになりますようにって思ってるし、思っております。え、なんかでもそのいろいろあるって言ったのは、まあ私はそう思ってるんですけど、でもこうアイドルとして活動していく以上、この業界はやっぱり競争社会だから、なんだ言うんだろう、こうよりたくさんの方に応援していただいたり、まあそのおしゃべり会のこととか完売のこととか、なんかいろいろそういう数字的な面でも上を目指していかないといけないじゃないですか。からそのなんか両立ファンの皆さんがこう楽しみつつ、なんか私もその選抜メンバーに入ったり、何かに選ばれたり、新しいお仕事を任せていただけるメンバーにならないと、
みんなのことも楽しませることが難しいみたいな。っていうので、まあ、この2つがすごいなんていうの、二重らせん構造みたいな、うん、なんかくるくるぐ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 るってこんな感じになってますしいよね。でも最近はその両立ができている方なのかなって思ってたりします、そういうあののがいろいろあります。いっぱいなんかいろんな方向にこう意見がそういうふうにあって、楽しみたいし、こう活動のことも応援していただけたらいいなみたいな気持ちとかがいっぱいあって、感じですね。生誕祭で話さなくて大丈夫。またお話しするかもしれないけど、まあみんなは許してくれるかな。だし、なんか私は個人でそう活動してるわけじゃなくて、 NGT に所属してるから、グループのこととかグループ内の自分の立場立ち位置とかもあるので、なんかそのもっと若い時は個人の目標とかもいっぱいあったし、いっぱいありましたし、それもでも徐々に達成してね、みんなのおかげでどんどん前に進んでいくことができて、すごい続けてきてよかったなって日々思うし、でもそうグループの本当にグループの私の置かれている立場からして、なんかこう安易に個人の目標とかもあんまり口に出せないというか、なんだろうな、そうですね、なのでまあもうちょっと考えてから生誕祭でお話できたらいいけど、でも目標とかだけじゃなくて、まあ、普通に振り返ってこんなことがありましたねってお話しする生誕祭でもいいかなとか思いますね。そうなんですよ。もっと若ければすごい突拍子もない目標とか言えてたかもしれないんですけど、なんかこう年長メンバーになって行くにつれて、もっと周りのこととか、その今は新しいメンバーが加入してきてくれて、まあ、前回のコンサートでもその世代交代継承をメインにしてる中で、なんかその交代される私がなんかそんな個人のさ目標とか持っていいのだろうかっていうのはすごい思うけど、でもなんかだからといって何も目標が言える目標がとか目標なくなーなーにやってるわけでもないくて、難しいですねこれは。
でもそれは2年ぐらい、ここ2年ぐらいずっと考えてて、けど、今の活動スタイルすごい好きだから、なんかこれを壊したくないなっていうのありますかね。今もすごい楽しいし、みんな今いてくれているみんなのこともすっごい頼れる、皆さんのこともすっごい頼れる、頼らせていただいている関係値だから、なんかこれ私プレーン買っちゃったみたい味がプレーンだ。そうなんです、新曲は花火師さんが本当にもういろいろな方々が協力してくださって、多分花火師泣かせだったかもしれないんですけど、デザインは叶えてくださりました。そうプレーンだった、私が選びました。でもさっき言ったみたいな、その現状そういう今になってしまったのは、なんて言うんだろう、多分ここ2年ぐらいでそう考えてたなら、4年間積み上げてきたことでこうなって、今は今で楽しく活動できてるから、後悔とかはないかもしれない。ブルーベリーとイチゴ、イチゴ味食べたいですね。一瞬の花火の章、略章、楽しんでいてほしい、楽しませていただいております。いやもちろん大変なこともね、皆さんもお仕事してる中であると思うんですけれども、今とても楽しく活動させていただいております。暑いな。パジャマじゃない、パジャマおしゃれ。そうなんですよ、すごい充実して活動させていただいてて、冷房つけてないんですよ。満足、満足しようとしてるっていうのはありますかね。私すごい自分の心、自分の頭の中でこう自分は今後悔していないんだとか、自分は今に満足なんだ、幸せなんだって語りかけて安らぐのがすごい好きでそうやって私は多分安心して自己肯定感
を保つ、高め、ちょっとでも高めるタイプなのかなって最近思います。うん、自分にこう、あ、これで良かったんだとか、あ、じゃああの時頑張ったのはこれが、あ、こうやって形になってるんだ、良かった、間違ってなかったみたいなのを本当に自分の中で全部あの自分に言い聞かせて、あ、そうですね、自己暗示なのか、ムームーですかって何ですかでもなんかそうやって言うことによって今が楽しめてるなら、うん、それでよかったんじゃないかな。ほら、また語り、やばい、またまた自分に暗示かけてしまった。服が何、これムームーって言うんですか。ムームーなの、まあ、みんなもそうやって過ごしてるのかな。でもなんかそれができるってその時こうなんかできること全部全力でやったからっていうことだからないかなと思います。MBTI、 え、私もうすごいよくメンバーとかにも聞かれるんですけど、本当に自分の MBTI 分かんなくて、なんかこう MBTI ってあの16タイプあるじゃないですか。でいっぱいいろんな質問に答えて、なんかそう思う、ややそう思う、全く思わない、なんか中間とかこういろいろあって分析してもらうんですけど、なんか私が自分で診断したやつを出すとメンバーとかに絶対違うって言われるの。え、カイリはねこれアルファベット I じゃなくて E だと思うとか、なんか N じゃなくてあれだと思う、 P じゃなくてあれだと思うみたいな風になんか違うんですよ。でもそれ面白いなって思って、多分私が自分の中であの評価してる自分のこととみんなから思われてる自分があまりにも違いすぎて、なんか毎回ねよく分かんなくなっちゃうから、本当に分かんないね MBTI が、自分の分からなさすぎる。なんか例えばなんか外交的か内向的かみたいな、で外交的なのが E っていう頭文字で、内向的なのが I っていう頭文字なんですよ。で私自分でやったら絶対内向的の I になるんですよ。でもメンバーからはいや絶対 E だよみたいな風に言われるの。いやでもその時々によって変わるわけじゃなくて、そう、私がなんか自分で自己評価してるのと違うっていう、うん、え、どっちなんだろう、うん、それかなんか私があの評価してるのは自分の願望、佐藤海里はこれであれみたいな、なんか私はこういうキャラだよなっていう、なんかねそういうのなのかなとか考えます。うん、でもなんかそう MBTI 診断で思うのは、あれってなんか自分で診断していいことなのか人から診断されることなのか、なんか外から思われてる自分が本当の自分なのか、自分が知っている自分が本当の自分なのかね。でも自分が知っている自分は自分一人しか知らないけど、あの外から見られてる自分はもう何百何千人も知っている自分だから、なんか本当の自分を聞かれた時に答えるべきなのはやっぱ外から見られる自分のことなのかみたいなのが謎です。うーん、なんか気になりますね、流行ってるけど、すごい悩むな
うだよね、仕事してる時そうだよね、あのプライベートと、そうだよね、うんうん、でも自分が見られて、自分は自分しか知らないから見られてることの方が本当の自分なのかみたいな、本当の自分とはどっちなのか。あとね、よく言われるのが、アルファベット忘れちゃったんですけど、あの計画的か計画的じゃないかみたいなのアルファベットで、なんかカイリはすごい計画的だって言われるんですけど、いや私は全然計画的じゃないんですよ、個人私から見る私は。でもなんか計画的に見えてるらしい。でも私みんなの前で何か計画を見せたり、なんか実行して成功してることあったっけみたいなあ、ありましたかね。うん、だから私は全然計画的じゃないです。多分でもそもそもなんか計画を立てない最悪だ立てないで、あのもうその時の 最善でみたいな考え方なので、学校の時はその夏休みの課題とかなんかテスト勉強の計画表とか提出しなきゃだから書いてたけど、そんなのは無視してましたね（笑）だからすごい、ファンの皆さんも、ファンの皆さんから見ている私がなんか私じゃない可能性もあるし、こうなんか物体じゃないから、性格ってその鏡で見えてることは事実だけど、物体だったらなんかでもな、中身はさ本当に何なんだろうって、本当に謎ですね。ね、私もあの夏休みの課題とかはもうできる時にできる量バッてやるタイプなので、あの一言日記とかもあのいろいろドリルとかも本当にもうブワーってやって、お盆前にほとんど終わってゆっくりする日もあれば、またバーってやる日もあるみたいな、なんかあコツコツしてないんだ、それはちょっとあんま良くないですねコツコツしないっていう、ギフトもありがとうございます。いつやってましたか、いつ、午後からですかね。お昼食べてからとか、夜はあの両親が帰ってくるとずっと両親とテレビとか見たりご飯食べたりしてたので、はい、午後一人の時とか、あ妹もいたかな、妹と一緒にとかやってましたね。うーん、暑いな、この格好でも暑いってさおかしいよねエアコンつけようかな、ね、家ではガンガンつけるのに、ちょっとじゃあエアコンつけてきますね、すいません、ちょっとよっこらしょよっこらしょ、足がしびれる、よいしょ、オッケー、よいしょ、そうだね、熱中症になっちゃう。でも今日いっぱい食べたので、あの大丈夫だと思います、いっぱい食べた、あ寒い
もう寒い。あのなんかあのお部屋が一部屋あれなので、なんかすごい涼しい。私の肌がわがまますぎる。7日の公演、あ、お待ちしてますね。7日ね、久しぶりに1公演なんですよね、平日。直で当たるとね、寒いよね。うん、なんかお仕事とお仕事の間に一旦このお部屋来たんですけど、バタバタしすぎてなんか散らかっちゃったから。自分のお部屋じゃないのに、あ、お片付けしなきゃ。ん？抽選？そう、ゴミが、まあ、ゴミも必要なものも、うん、このままだと忘れ物する。でもなあ、ゆあのなんかゴローンってしたいんだよね。自分己との戦い、ゴローンってしようか、お部屋掃除しようか悩みます。ずっと。そうですね、24歳初めての公演ですね。24歳か。うーん、そうなの、ゴロンってしたくなっちゃうね。え、明日来られる方は皆さんいっぱい食べていっぱい水分取ってくださいね。すごい、35度の予報らしいですよね。え、生誕祭、いやでも今年は結構早いと思いますよ。結構、うん、早いと言っても、まあ24歳になってからなんですけど。早いと思います。本当にスピーチで何言おうかな。この今言ったなんか変な話になっちゃう。どうしよう、なんだろうな。3日、ねえ、そうなんです、去年はコンサートだったので、もう本当に自分の誕生日のことなんて忘れてたんですけど、今年は覚えてます。8月5日が私のお誕生日。話まとめられるのかなとかだし、うん、そうですね、なんか人として人として、アイドルとしてじゃなくて、なんか人としての目標はあるんですけど、あ、それちょっと今言うと生誕祭で言うことなくなるから。生誕祭で言いますね。なんかこういう1年にしたいみたいな、こういう女性になるためにこういう1年にしたいみたいなのはあるんですけど、うーん、あとはこうアイドルとしてですよね、問題なのは。やっぱり先輩方が卒業されて、まあ、同期も卒業されて減って、あの自分がいろいろ任せていただいてる、お仕事とか任せていただくことがありがたいことに増えて、それでいろいろなお仕事先でいろんな方と関わらせていただいたりね、なんか
いろんな大人の方を見ていくうちに、あ、こういう人になりたいなって思うことがね、いっぱいあって、いっぱいあるの。だからその人としてのみたいなのはあるかなっていうふうに思います。でも私ほんと結構真剣なんですけど、年齢非公開にしようかなって思います。そう、なんか年齢って本当に印象操作今からでもいいかな。自己紹介はもう二十歳からずっと年齢言ってなくて、なんか私年齢公開すると不利な気がするんですよだからなんか非公開にしようかなみたいな感じはあります。はい、いや、姉さんは、マリナお姉さんはマリナブランド、お姉さんブランドなので、いやむしろ公開されていた方がもう、はい、大丈夫です。そのおつぼねはもちろん狙ってたんですよ。私もおつぼねの申請に輝きたかったんですけど、おつぼね、おつぼね、おつぼね、そうですね。なんだろう、非公開にすることによって忘れさせたいんですよ、皆さんに、私に年齢があるということを。なんか私がその佐藤かえりっていうコンテンツを楽しんでほしいって言ったじゃないですか。あ、のび太くんみたいな感じです。なんかいわばそのアニメの中のキャラクターって年取らないじゃないですか。取らないから、のび太くんはさ、学生だからさね、テストで10点取ってもドラえもんって泣きついても、あ、のび太くんだから、学生だからってなるじゃないですか。でものび太くんが45歳だったら全然45歳の方も泣いていいんですけれども、45歳でさね、のび太くんのキャラはもしかしたら成立しないかもしれないじゃないですか。なんか私がこれからそのいろいろ変化していくならいいんですけど、その今の私ありのままに近い今の私を出していくためにはやっぱり年齢はいらないなってすごい思うんですよ。なのでちょっとね、非公開にしたいなって、ちょっと石社長に言ってみようかな。うん、求めてないのにおつぼねって言ってでもおつぼねって言ってたのがもう面白かった、面白かったですね。あのやりとりももう思い出どうしよう、生誕祭でさ、年齢非公開にすること言うことになったらどうしようやばい、うん、とりあえず公式サイトから年齢を非公開にしたいかもね。なんかその私がその佐藤かえりでやっていく中で、なんかもう24なのに、あ、そう、もう24なのにって言って、なんか
思われてしまうのが悲しいので。うん。だから非公開にしたい、非公開にしてアイドルを楽しみたい。うん。サバ読むの、うん、うん、そう、皆さんにはもうバレてるんですけれども、まあそうですね、バレてるのか、うん、私が24歳になること、うん、今日なんでお知らせしてんの。今日は文化放送さんの収録でした。だからそのなんかシティガールファッション、じゃあ年齢言わなくなってよくわかんないけど29だっけみたいになってしまったら、そうだね、うん、うん、あ、そうだな、私にはもうこの2択なんですよ。年齢を非公開にするのか、もう本当に完全におつぼね入りするのか、まあ、ここ半年ぐらいで決めたいと思います。うん、そうなんです、世の中的にはねもうすごい若いんですよ。そうなんです、すごいもう若い方ですよね、長い人生で言うと、うん、どんどん可愛くなってる、ありがとう。なんか最近メイク上手になったかもしれないです。なんか自分に似合うなんかアイラインの引き方とか、角度、濃さとか、え、そうなんですよ、年齢非公開のアイドルさんとかもいらっしゃるね、うん、嬉しい、見てて嬉しいです、ありがとう。結局アイドルが最後にぶつかるのはもう本当に年齢っていう壁なんだなって、あ、そう、それで思ったんですよ、非公開にしたいって、うん、結局年齢、何事も年齢なんですよね、うん、多分私がもう一生10代だったらもうずーっとアイドル、本当に、うん、本当にずーっとできる、もう全部年齢、まあ時間、世の中、人生、時間なのかな、悲しいそう、それであの年齢非公開を思いつきました。うん、そう、悲しいことなんですけど、全部それにもう卒業生とか卒業を決意したメンバーとかも見て、なんか長い目、人生で見た時の、まあ、時間のこと考えてるのかなって、
佐渡金山の世界登録嬉しい。佐渡には私小学生の時に修学旅行で行かせていただいて、なんか砂金取りとか、あとカヌーとか佐渡の方でやった思い出ありますね。あとカニ食べたり、あと佐渡の歴史について学んだり、佐渡金山を見たり、新潟といえば佐渡なのでもうすごい嬉しいですね。うん、そうたらい船じゃなくてカヌーなんですよ。でも小学生だったからかな、わかんないんだけどカヌーしてました。で砂金本当に取れたんですよ。なんかザルみたいなやつでこう左右動かして、なんかどんどん砂砂利がなくなっていって、で金が残るみたいな、でボトルに入れて持ち帰れるんですよ。すごいよね。思い入れのある、ね、場所なので私も、あと妹とかも佐渡行ってて、なので嬉しいです。その世界的なね世界遺産に登録していただけてね、 NGT としても応援サポーターもつかせさせていただいて、 MV 撮りに行ったり、ね、YouTube とかいっぱいお邪魔したので、砂金あると思うお部屋に。あ、そう、時も見た。そうだ、時も見てました。小学生の時、懐かしいな。うーん、 NGT が絡むと羽ばたく。おお、じゃあ次は花火で柏崎花火で、うんうん、あ、え、一緒、僕もだ、一緒一緒。かいりちゃんと思い出いっぱい、思い出作ろう。いや増えてますよ思い出は、確実にね。え、振り返れることいっぱいだよね。でもなんかまだ足りないね、もっと思い出を、思い出を、うん、作りたい。そうなんですよ、トキ、みんな見たことありますか。ゴールドパークで僕もやりました。あ、まだ体験もできるんですね。石油の里、あ、そうだ、長岡花火ですね。そう、家族が見てます、見てました。明日だ、見に行くって言ってた。まだ見てないのか。なんか私の分も座席申し込んでくれてたんですけど、私はそうディフだよって言ったんだけど申し込んでくれてて、うん、明日もあるんですよね。そう、かほちゃんのために泣いたのは私の胸。ああ、私もかほの卒業公演、メンバーの卒業公演はもう本当に一瞬一瞬忘れられないです。うん、忘れられない。でもすごい、あのカホとは一番卒業メンバーの中で連絡取ってます、ね、昨日とかも LINE してて、卒業後のこととか応援してる、うん、うん、柏崎パネル、あ、え、そう、そのパネルってどこにあるんですか。今あのなんか顔のサイン書いたパネルなんですけど、なんか
かそのサインどのぐらいの大きさで書いていいのか分かんなくて、すごい拳1個分ぐらいのサイズでなんか見えの隣に書いたら、なんかみんな結構大きめに書いてて、すごい控えめな探すのが大変なサインになっちゃったんですけど、みんな見てくれた？うん、そう最初に書いてた、最初の方に書いてて、みゆの次とかに書いてて、隣に書いたからそのサイズ感で書いちゃった。うん、もう全 NGT のサインがあります。今パネルどこにあるんだろう。あとパンフレット欲しい、欲しかった。もうないのかな。うんふんふん、なんか駅の中のなんかインフォメーションみたいなところに売ってるみたいな情報を聞いたんですけど、私が行った時間閉まってて買えなかった。遠慮がちに書いちゃった。うーん、なるほど、アオーレにあるんだ。パン食べます。うん、食べよう食べよう。うん、うんうん、ごちそうさまでした。アオーレにあるんだね。そう、観光施設、そう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 、そこです。欲しい、でももう売り切れてるかな。うん、分かんないけど、え、あと5分しかないんだ。 5% だ。ということで配信をそろそろ終えようと思います。文化放送さん、27日、私最終週なのです。ぜひお聞きください。エチゴンのぬいぐるみやオーレに、え、そう、あの佐藤が池の時になんか私とひろかちゃんであのダブル佐藤だったじゃないですか。それでなんかエチゴンも2体ダブルでなんかいらっしゃって、なんかえ大丈夫みたいな。だってさ、夢の国で言うとミッキーが2人いるみたいな状態じゃないですか。待って、なんかあのそのそういうあのイメージ的に大丈夫なのか、もう心配しすぎて私面白すぎたんですけどそう、夢の国にミッキー2体みたいな、はい、うん、ふっくる、あ、大丈夫なんだ、分身の術だから、あ、よかった、安心です、安心しましたね、ダブルで、うん、そんなことあるんだね。太鼓ありがとうございました。あ、そういうことね、ミッキーとミッキーじゃなくてミッキーとミニーなんだ。あ、そういうことか。配信、あ、ランキング読ませていただきますね。ケンジさん、坂シュウチュンさん、カンヤトさん、ミヤパンさん、ノさん、ケンヤさん、ニシタムさん、タカピロさん、コンちゃんさん、白いアルパカさん、スグさん、タカシさん、そして1位がティダーカンカンさんです。ありがとうね。暑い夏がもうちょっと続きますけど、私はもう冬服を買います。最近通販ハマってるので、はい、着々と冬の準備もしていこうと思います。みんな熱中症にならないでね。ありがとうございました。